担当からイエローあーちゃんことアリサです。ですね、もうさっき出るときにアミカからぶち壊してきてくださいって言われたので、おとぎんさんのライブに、ライブの前にブレイクがぶち壊したいと思います。最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。お願いします。あーちゃん、ありがとうございます。緑リスンコタリスです。とおとぎんさんとはデビューの時からずっとお世話になってて、もうないいですよ、気にしなくていいですよ、どうぞ。いいですよ。そうデビューの時からお世話になってて、もう2年ってすごい早いなと思って、そう私もさっきアミカにもうあとはおとぎん私たちが頑張るんで先にどうなく先に頑張ってくださいって微妙な言葉だ。先にもうやってくださいって言ったので、皆さんぜひね一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、エリア区のリーダー兼ミニマム担当ゴイチです。担当カラーブルーです。ですね、おとぎんさん2周年ということで、私たちね、ここ3人は、はい、リスイヤーの3人ね、はい、おとぎんさんのデビューライブもね見に行っててね、はい、その時はまだリスはね、そうデビューライブも見たし、1周年もね、一緒にね、やっぱり、ね、私たちのデビューライブにも出てもらってないね、もうね、ずっと一緒にやってきているわけで、ね、はい、とても早いものでね、まあ、ね、今日はね、その2年のね、もうすぐやめないです、やめないです、やめる流れあった今そうね、2年早いものでね、まあそのね、2年を今日はね、いろいろね、おとぎんさんがね、もう自由にぶつけられるように私たちがね、会場を温めていきたいと思います。最後まで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。ピンカチです。今日おとぎんさん2周年ということで、みんなにぶち壊れていきましょう。よろしくお願いします。ちょっとね、ティップさんのメンバーがいるみたいです。まあ、まあ、気にせずね、やっていきましょう。はい、私たちプリンシパルエクスクラメーションです。よろしくお願いします。はい、というわけでね、そう、じゃあちょっとだけ、本当にちょっとだけ告知をさせてくださいね。そうそう、はい、ちょっと終わった。はい、小学生みたいだね。はい、どれから言いましょうか。これですか。そうですね。はい、12月22日にですね、私たちのファーストシングルの発売が決定いたしました。イエーイ。はい、それに伴いましてですね、11月29日にですね、ここの、どうした、イエローでね、ライブがあるんですけれども、定期ライブがあるんですけれども、そこでですね、そのシングルの中から1曲披露ということで披露させていただきます。はい、お楽しみということで、ぜひ遊びに来てください。そしてこのね、リリースにね、また伴いまして、12月26日27日とですね、京都某所、はいはい、そして、大阪のタワルコード梅田店、はい、そして、コフェス前夜祭ということで名古屋にも行きます。イエーイ。5日間でね、名古屋、京都、大阪ということでありますので、皆さんもぜひ一緒に、遠征してね、遊びに来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、そして、12月23日、私とハチャの生誕祭、12月24日、クリスマスイブライブということで、2日間ね、2日間来ていただきますとクリスマスプレゼントがありますので、ぜひ2日間合わせてよろしくお願いします。はい、そのところですね。はい、そして物販ではホログラムステッカーが1枚300円、そして全員とでもツーショットでも撮れるチェキ券が1枚700円。高い、安い、700円、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい値段のやつがありますので、皆さんでね、お話だけでも遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。お待ちしております。お願いします。はい、それではね、次の曲に行きたいんですけど、はい、次のライブに行きたいんですけど、次の曲に行きたいんですけど、ね、私たち久しぶりに今日カバー曲を持ってきました。めちゃくちゃ久しぶりですね。それでは
では聞いてください。Thank you.
は体操系ゲスト、外出にはくれぐれの注意なさい。わかってるわよ、お城から出なきゃいいんでしょ。はぁ、外かなんだって。夏、そう、一年で一番激アツな夏。やったー、いけたー。 ありがとうございます。はい、お友達の銀河ダンサーもね、カバーをさせていただき